はい、こんにちは、ホラモミです。今回はなんとあのクリエイターの翡翠さんが遊びに来てくれました。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、今回なんですけど、自分がずっと旅行に行ってなくて、なんかクリエイティブでちょっと旅行気分になれる場所ないかなって探してた時に発見したのが、この翡翠さんのグランドハイアットバリっていうマップなんですけど、このマップはあれですよね、その高級リゾート地のモチーフにして作られたマップだと。そうです。今年の夏はこのマップでバカンス気分を味わいたいと思います。作った翡翠さんの案内で島を巡っていきたいと思います。クリエイターサポートはホラムビ。ご搭乗ありがとうございます。まもなくバリに到着です。準備ができたら安全を確かめの上降下してください。バカンスということなので、バカンスにぴったりなスキンに変えていきたいと思います。はい、ホラムビです。いいですか、それで。はい、後悔しないですか。はい、来ました。あ、いいですね、新しいガクちゃん、うん、なんか暗くなってません？え、黒い？あ、あの暗くなってる感じが、周りが。あ、多分夜になってるのかな。あ、時間帯があるんですね。お、すごいすごい。そうなんです、ランダムで本当に旅行に近づけた感じです。お、サンキュー、レッツエンジョイマップ。お、すごいすごい。お、おこんな感じで。おーおーおーおお。あ、すっごい。あ、これはもうすごいですね。なんか一日中ここで遊べそうです。おお、ついた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 。なるほど、めちゃくちゃ広いです。なんかバリの照明がこんな感じ。あ、すごいおしゃれですね。もうすごいしっかりと作られてます。もうすごい、本当になんかリゾートに来たみたいな。ちょっと撮ってみようかな、ここで一回。多分下がるの、この辺がめちゃくちゃ綺麗に撮れるかもしれないです。この辺が、もうさすが制作者ですよね、こういうところが。ここのとこがベストスポット。これもすごいな。あ、すごい、これは。あ、こういうのが実際にあるんですか、こうやって。あ、そうです、そうです。なんか女性とかが結構人気のスポットらしくって、ちょっとタイのマッサージみたいな、そういうところとかもあって、はい、ちょっと大人のリゾートっていうんですかね。ああ、なるほど。が舞台らしいです。いや、もうないつも行ってる、あれバリ島ですね。はい、あのホラムビがいつも行ってる、あの場所みたいな感じでしたね。ちょっとすいません、なんか滑っちゃったんですけど。あ、やばい、落ちた。すごいな、ここからの景色がいいですね。すごい。そうなんです、見晴らしがよくて。見晴らしよくて、あ、すごい気になるとこいっぱいあるんですけど、なんかあそこなんかバーベキューみたいなのができそうな感じですけど。ああ、食べ物ケースかな。バーベキュー。あ、そうですね、バーみたいな感じっていうのかな。すっごい広いな、わ、すごい。これは、お、すごいすごい、これ。このホテル。あ、すごいです。これもすごいな。花火がここなんです。ちょっとした宣伝のところ来てくれてありがとうの意味で、はい、ここに。じゃ、これで、あの、クリエイターサポートよろしくお願いします。ちょっとしたサプライズだよ。押したら外見てみてね。押したら、はい、押しました。見えるかな。あ、見えた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 。見えました。あ、あ、すごいすごいすごい。おお、もう本当にリゾートって感じですよ、本当に。すごいすごい。え、じゃあもう今外でずっと花火上がってるんですか。もうずっと上がってます。ここに来ると花火が見れる仕組みだと。じゃあさっくりホテルの見どころ、はい、お願いします。さーっと紹介しちゃいます。はい、あ、すいません、今日11時から予約しているホラムピと申しますけど、あれ、すいません、あ、いた。はい、じゃあ何号室ですか。確か106だった気がしますね。106ですね、はい、こちらのカードキーをお取りください。おお、
こういうこともそのフレンドとできるってことですよね。あ、そういうことです。それか、それで、おお、一泊10万ぐらい取られそうな部屋ですね。めっちゃリアルですね。これはいいですね。あ、ゆっくりできそうです。ちょっとお腹空いてきちゃったな。よし、ちょっとご飯に行こう。ご飯だ、ご飯。ここは曰く付きなのか。ポルターガイスト現象が。お、あ、小道具もあるから。そうなんです。これで遊べるってことですね。ここにこっそりフレンドさんをびっくりさせてください。すごい。じゃあここでもうご飯を食べながらってことか、はい、すごいな。これはでちゃんと食べれる。人気はケーキですね。ケーキいつも全部食べられちゃう。あ、ケーキ、あ、確かに。ここ、じゃあここら辺でちょっと。ちょっと建物もね、すごいなんか高級感があって、やっぱそういう素材を選んでね、やってるんですよね、きっと。あの、探して。そうですね、結構ツヤツヤなものをなるべく高級感出すために。もうあれ探すの大変ですよね。めちゃくちゃ大変。結構ダッシュとかも長く。ダッシュもできるし。あ、すごい。そうです、持続が長いので。めっちゃ早い、今の。めっちゃワクワクしますね。もうすごいなんかちゃんとした感じの。そうなんです。ちょっとめんどくさい人はホテルの2階だったり1階だったりのところから先見で飛んできるので、上まで行ってらっしゃいませ。できます。じゃあそれでは行ってきます。おお、すごいすごいすごい。おおおお、あ、楽しい、普通に楽しい、これは。あ、よかった。おー、すごい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 。お、実際のプールとかだったら、あの、なんかこれ順番待ちとかして何回もしたいけどできないじゃないですか。そうですね、なかなか連続が。これはね、連続でできる子供の夢を、あの、叶えてますので、これ、ね、何回でもできると思います、本当に。じゃあ行きます。いらっしゃい。おお、あ、スパー、おお、お、すごい綺麗綺麗。おお、あ、これはね、もう優勝ですね。あの、今年 の夏に、あの、行きたいリゾートマップで優勝です。ここからレースも始められて、はい、このクマちゃんが目印。じゃあちょっとレースしましょうか。はい、島一周できます。すごいすごい。これでこう、あ、本当だ。おお、これは、あ、あれ、あれだ、今流行りのなんかオープンワールドっぽい感じの。もともとそのリニューアルする前はこのスノーボード、スノーボードのサーフィンボードで行けるエリアが、あの、バリアで行けなかったんですよ。だけどもうちょっとやっぱりリゾートっぽくしたくて、今年1年経った技術もうちょっと使ってみたくて、はい、めちゃくちゃ広くしました。いや、翡翠さんのおかげで今年の夏はこんな素敵なリゾートに来ることができました。ありがとうございます。よかったです。この島のマップコードは概要欄に貼ってますので、皆さんぜひどんどん遊びに来てください。お願いします。お願いします。グランドハイアットバリのマップ遊んでみました。最後までご視聴ありがとうございます。